ただいまより基礎科土曜クラス寿命判断の発表を始めます。最後までごゆっくりご覧ください。機械なんですよ。まあ、いつかお話ししていらした私たちの死ぬ日が分かるという機械ですか？やっと今朝完成したのです。実に10年かかりの発明でした。こんな小さな機械がどうして私たちの寿命を計算できるのですか？ここへ髪の毛を3本入れるのです。髪の毛を3本？そうです。人間は猿より3本毛が多い。そのことにより科学の進歩がこのような発明を可能にしたのです。いいですか？ここへ髪の毛を3本で、そしてここのボタンを押します。あとは機械が全てやってくれます。さあ、君たちの生命数を計算してあげましょう。あー、痛い。こんなに抜いちゃったわ。ダメですよ、3本だけです。1本でも多く入れると機械は動きません。実に正確です。カメラ信子さん、あなたの寿命は96年200日と13時15分です。あなたはあなたの人生を充実しなさい。嫌ですね、私そんなに長生きしたくありませんとか、なんとか言っちゃってさあ、今度は君の番です。よろしくお願いします。佐藤由紀さん、あなたの寿命は25年205日23時51分です。あなたはあなたの人生を充実しなさい。まあ、25歳って言ったら、あなた何年でしょ？ 205日あれば再来年になるかもよ。でも、いやね、私来年死ぬんじゃなくて結婚するんです。そうね、気にしない方がいいわ。全然、先生には申し訳ないんですけど。君たち科学をバカにすると必ず復讐されますよ。先生はご自分の計算なさったんですか？もちろんです。まず一番初めに計算していました。私の寿命は36年117日21時1分。それはまさに今日です。今晩の9時1分でした。まさか。本当です、今晩の9時1分です。あと1時間しかない。嘘です、嘘ばかり。先生が発明なさった機械ですから信用なさるお気持ちは分かりますけど、それは無理です。先生は現実に今日ただいまこの通りお元気でピンピンしてらっしゃる。その通り。え、あ、何かご用事ですか？すいません、ちょっと電話貸してちゃうよ。どうぞ、交換が出ましたら申し込んでください。名古屋千草区69-4343お願いします。手術はまだ終わりませんか？早く小川に会いたい。腸捻転の手術なんです。腸捻転？腸がこんがらがっちゃうんです。あ、もしもし、
丸山さんかね。東京からだでよ。よく聞いてちょ。たけしさんが腹切っとるだわ。え、たけしさんが手術しとるだがね。おなぶだたけし、一番端の部屋だわね。あ、おかみさんにすぐ来てほしいんだわ。場所はね、東京の神田駅。神田駅言ったら東京駅の次だわね。はい、駅から看板が見えとるが。なんで？え、権現病院。あ、権現さんの病院キャンを。そうや、頼むでよ。待っとるなお。あ、じゃ頼むわな。連絡してちょ。愚かなことですね。手術などしたって同じです。何？手術が間に合ってよかったですね。腸捻転は一刻を争うのですよ。手遅れになる人も多いのですから。まったく、ことだわな。急にお腹がずんなくなってよ。えれえ言うもんだで。盲腸かな、盲腸かね。だどもよ、盲腸は取っちまってねえんだと。見とる間に腹がこうでっかくなっちまってよ。あなたはご身内の方ですか？いや、ちゃうわ。私は半端の飯炊きだでよ。名古屋から出稼ぎに出てきてよ。たけしさんが食堂で急に腹が痛えやって怒鳴るもんだで。もう腸で腰抜かすとこだったわね。その人の寿命はちゃんと決まっとる。本人と周りの者が知らんだけです。この機会が教えてくれますよ。ああ、あんだけ苦しんじゃ死んでも。人間の寿命が機械で計算できる時代に手術などというも桃源していなことをする。悪いところを取ってきるなど0歳の頭脳です。機械ができたものだわな。そりゃあなた、目には見えないわからないものを計算するのですから、そんなことが人間にできますか？あなたも今日3本お出しなさい。私はいいで。今に法律が改正されて全国民がコンピューターにかかるように義務付けされる時は来ますよ。そんでも大難いで。先生おやめになって、怖がってらっしゃるわ。ダメです、義務です。君たちは私が気が変になっているとでも思うのですか？いえ。あなたも今日3本お出しなさい。橋田久間子さん、あなたの寿命は74年165日10時16分3秒です。あなたはあなたの人生を充実しなさい。よかったわね、74歳ですって。あと40年あるきゃ。付き添いの方、先生が説明なさるそうですから、こちらいらしてください。はい。さあ、手術室へどうぞ。こらえてちょ。大丈夫ですよ、説明してくださるだけですから。あなたお布団に行って行きますよ。手術は終わったんですか？はい、小川先生もうすぐお見えになります。ずいぶん変わった木ですね。ああ、その木は私、小川先生と郷里がご一緒なんです。10年前、見習い看護師で初めてこの病院に勤めた時、ホームシックにかかりましてね。小川先生が故郷から持ってきて産んでくださったんです。10年かかってやっとこれだけになったんです。10年で10センチくらいも伸びたでしょうか。先生はあと20年したら庭に植え替えるんだっておっしゃってます。気の遠くなるようなお話でしょ。小川は10年故郷の木に水をやり、私は10年研究所で電子の研究をして過ごしてしまった。先生も私もいつも故郷がそばにあるんです。遠い山国から持ってきた時はそれは美しい緑でしたけど、だんだん少なってしまって、都会の空気は合わないんでしょうか。お水をあげすぎてもダメになるんですよ。もう大丈夫。タブレット。はい。シャワー切っていないから交換もすれば退院できますよ。へ、ありがたいことですわ。どうぞ。
や、渡したね。ああ、やっと完成したんでね。寿命判断という名前をつけた。寿命判断？百貨店でよくやっている運勢判断。あれの向こうを張ってね。電話で話した通り、まず一番初めに僕のを計算した。今晩の9時1分とは驚きましたね。あと1時間ちょっとしかないぞ。だから君の元へ来たんだ。家族には何も知らせていない。驚かす必要はないのだ。僕が死んだらこの手紙を女房と一人の子供に渡してほしい。簡単な遺言書だ。まあ落ち着きたまえ。鎮静剤を注射してあげよう。田村君、鎮静剤を、はい、しばらく休んでいくといい。僕の発明をからかっているのか。僕は僕の最後を君に見届けてもらいたいために、おそらく僕の発明を信じない君と対決するためにここへ来たんだ。まあ預かるくらいのことはするがね。診察くらいさせてくれよ。はい、お預かりお預かりします。はい、大きく吸って吐いて、吸って吐いて。後ろ失礼します。吸って吐いて。よし、健康そのものだ。どうぞ。息子は中学だからあと10年もすれば立派な社会人として働けるだろう。この特許を研究所の方で買い取ってもらう形にした。物質的には困らないだろうが、精神的な面でいろいろと面倒を見てやってほしい。よろしく頼む。困っちゃうな、そう真剣になられると。せっかく発明した機械をけなすわけじゃないが、そりゃ君が10年もかかって発明した機械だから確信があるだろうけど、それをそのまま信用することはどうかな。コンピューターが人間の寿命を計算できるなんて考えられない。しかし、もしも人間の寿命が計算できたら充実した人生が送れるというのではないかというのが主題なんだ。その機会を信じなければ発明の意義がない。私は医者だから、医者の診断では君の体のどこにも生命の終わりの影はない。そんな君がいきなり死ぬなんて、信じろという方が無理だ。僕にも分からない。僕の生命がどんな方法で9時1分に終わるのか、それが分かれば苦しまずに死ぬのだ。ずいぶん無責任な機械だね。科学とはそういったものさ、冷酷なものだ。だから僕は今残される家族のことだけを考えるようにしている。女房の寿命は83歳だ。奥さんのも計算したの？内緒だよ。家族の今日黙って3本ずつ実験した。私たちも計算していただいたんですよ。君たちまで。私は25歳で、田村さんは96歳。これは驚いたね。君たちは看護師を職業としているのに。面白いんですもの。先生もコンピューターにかけていませんか？と、100歳以上になるかもよ。ミクマレックなんとかって言いますでしょ。こら。そうそう、君の計算するのを忘れていた。私はいいよ。先生、抜いてあげますよ。あら、白髪がある。どれどれ、君も薄くなったな。よっせ、いった。小川太郎さん、あなたの寿命は36年73日6時3分です。あなたはあなたの人生を充実しなさい。そんな、君が今年だなんて。先生は10月7日がお誕生日ですから、36年73日というと来年の2月ですね。今年じゃありません。しかし半年しかない。おお、
計算ではそういうことになったのかね。そんなバカなことが、君まで半年しかないだなんて。どうだね、これでもまだこの機会を信じなきゃならんか。しかし真実だ、君には半年ある。半年もあるんだ、準備ができる。飽きたや、言うとるが。今行きます。ガスは出たかな。ガスは出ましたか。ガスって何だね。お悩みのことでございますよ。あ、屁だとよ、屁は出ちゃきゃ。ガーゼに水を含ませて唇を濡らしやりなさい。はい。君は後悔のない人生を送るために事前に自分の寿命を知らなければならないというが、悔いのない生活が人間で幸せとは限らない。歴史の足跡のために人間がある。たった一度の人生だし、有意義な人生を送るべきだと思う。それがたった一度の人生に対する証だよ。僕はもう間に合わない。僕の生命が終わることを今朝知ったのだ。しかし君には半年ある。半年もあるんだ。私がもし100歳まで生きたとしても、この木はこれくらいにしかならないな。君は死というものから逃避しているんだ。死と対決しなくちゃならん医者が実に卑怯だ。キザな言い方かもしれんが、医学に携わる者はどこまでも生命を守るために戦っている。たまたま死が生の裏から勝手に顔を出すだけなんだ。たとえ死神がのさばっても私は相手にはしないよ。その意味で安楽死など私にはありえないのだ。もしもし。はい、少々お待ちください。先生、奥様からお電話です。ありがとう。はい。もしもし。大丈夫だから静かに寝かしときなさい。ああ、もうじき帰る。はいはい、帰りますよ。子供が熱を出したそうだ。君も家へ帰った方がいい。送っていこう。嫌だ、僕は家族の前で死ぬような残酷なことはできない。弱ったな。女房がヒステリーを起こして困ってるんだ。子供まで感情が高ぶり神経症の発熱をする。あと1時間もない。じゃあ私の家へ帰ろう。すぐ裏だから歩いて10分とかからない。ここじゃ落ち着かんよ。ダメだ、君の家にも迷惑をかけられない。9時1分まで一緒にいてくれ、頼む。先生、血圧が下がりました。酸素吸入、酸素吸入。はい。ガスが出るまで絶対に水をあげないでくださいよ。ガスが出ると楽になるのだが、まだガスは出ないようだね。あと1時間もない。正確には40分。ああ、一体どうすればいいんだ。お邪魔します。どうぞ、小川先生すぐいらっしゃいますから、ちょっとお待ちになってください。奥さん。あら、辺見さん、どこかお具合でも悪いんですか。小川と対決しに来たんですよ。まあ私も主人と対決しに参りましたの。私も今日という今日は我慢ができませんの。子供が熱を出すのは私のヒステリーが原因だと申しまして、どうせ私の電話など気にしてないんです。違う、それは奥さんの思い過ごしだ。その通り、君の神経が子供の気分をイライラさせているんですよ。あなたは今日も父の病院へは行ってくださらないんですか。父はもう76歳なんですよ。私は一人娘です。結婚して15年、あなたはご自由にご自分の思う通りに今まで生きていらしたんですから、
これからはせめて夜だけでも父の病院を手伝ってくださってもよろしいではありませんか。今晩だって父はあなたを当てにして待ってました。もちろんそれだけのお礼はいただいておりますでしょ。小川は手術していたんですよ、今まで。他の先生に頼めるのにわざとですわ、きっと。私のような医者はお父さんの病院にはかえって迷惑になるから遠慮しているのだ。どういう意味です？お父さんはいい人かもしれんが、薬を使いすぎる。あなたみたいにお薬はあまり飲んじゃいけないなんておっしゃる医者は現代にはおりませんことよ。現代はどこの有名な病院でもお薬はたくさん出してますわ。お薬を飲んだ方が病気は早く治ります。子供だって解熱剤を飲めば熱はすぐ下がりますのに。それともこの病院とどうしても離れられない何か訳がおありなの？奥さん、それじゃあまりに小川がかわいそうだ。小川はね、来年の2月までしか生きられないのですよ。大丈夫です。この人みたいな信念の塊の人が死ぬわけありません。きっと殺しても死ななくてよ。コンピューターですよ。これで計算したんです。小川の気持ちにもなってあげてください。いいえ、この人をかばう必要はございませんの。この植木だって家に置いてあったのをわざわざ病院へ持ってきちゃって、私だって植木の手入れくらいできますことよ。それをちょっと水をあげるのを忘れたからってものすごいんですもの。まるで敵を睨むような目をして私のことを見下すんです。それくらいならご自分でなさるべきです。あの時は学会で留守にしていた時だ。あなたが故郷が愛しいように私だって実家の病院は大事なんです。それを少しも分かってくださらなくて。奥さん、小川は良心的な医者なんです。許しちゃってください。あと半年、小川は小川なりの納得のいく治療方法をすることです。あなた、はっきりいたしましょうよ。田村さん、田村さん。はい。あなたは確か主人と同郷の方でしたね。はい。私の父の病院で働いてくださいませんか。看護師が足りなくて困っておりますの。この通りお願いします。急にそんなことをおっしゃられても。私、ここの病院の事務長さんには私からちゃんとお話ししておりますから大丈夫です。あとはあなたのお気持ち次第ですけど。奥さん、そんなくだらんことで僕の最後の時間を潰さないでください。いいえ、私にとっては精神の問題でございます。僕はあと20分で死ぬんです。結構じゃないですか。私だって子供がいなかったらとっくに死んじゃってます。田村君、やっぱり。奥さん、やめてください。それはあんまりだ。男の夢を壊すのはいつも女なんです。いつも壊される。もう嫌、もう何もかも嫌。私、離婚します。すいません、手術した患者がいますので静かにしてください。そうね、私さえいなければ静かになりますね。奥さん、いけない、早まっちゃ。邪魔しないでください。毛を3本お出しなさい。寿命を計算してあげます。それからだって遅くない。寿命があればこんなところから飛び降りたって死ねないのですよ。大怪我をして不自由な体になって生きていくだけです。うるさいですね、さっきから聞いていれば。寿命、寿命って、寿命が一体どうしたって言うんです。奥さんの生命数ですよ。ほっといてください。奥さん、ダメだ、危ない。どいてください。ああ、恵美先生が大変です。誰か来
参加をしちゃいますよね。はい、先生、くじです。君先生が言ってたくじ。まさか。冗談じゃないよ。なんて恐ろしい世の中でしょう。ベランダが腐ってたんです。病院の管理の問題だわ。もしもし、警察お願いします。警察ですか？男が一人死にました。いいえ、事故死です。はい、名前は逸見三郎、36歳です。場所は神田権現病院の庭先です。はい、お願いします。私のせいじゃありません。私は何もしなかった。逸見さんが私の腕を押さえたのに、ただ私がちょっと。大丈夫ですよ、奥さん。誰も何とも言ってません。コンピューターの計算通りなんですもん。決まってたんです。恐ろしい機械ですわ。あとは警察に任せよう。はい。あなた、逸見先生の言う通りだった。コンピューターは正確でしたわ。コンピューターって何のこと？さっきからあなたたちは何のことをおっしゃっているの？コンピューターが逸見先生の寿命を予言したんです。そして逸見先生はその通りに亡くなったんです。そんな。先生、一体何をなさるんです？田村君も佐藤君もこんなものに惑わされちゃダメだ。人間の寿命が機械なんかで計算できるわけがない。でも逸見先生は。田村君、今日私が昼前に頼んだことを忘れたのかね。今日の昼前ですか？あ、そうだわ。ほら田村さん、今夜先生が。あ、お父様の病。そうだよ、父の病院に行けなかった言い訳をと時計を1時間遅らせたじゃないか。あなた、すまない、お前には悪かった。どうだね、逸見は何時に死んだことになる？9時。いえ、10時です。そうだよ、9時1分を過ぎてもまだ彼は生きていた。なのにオロオロして遺言がどうとか言い張ってた。僕は聞いていておかしくてたまらなかったが、笑うわけにもいかず聞いていたんだ。そうだわ、確かに10時まで元気に喋ってらしたわ。逸見は自分の研究の成果が欲しかった。だから信じなくていいものを信じてしまったんだ。どんなに機械が発達しても人間が機械に左右されちゃいかんのだよ。わかりました、先生。先生、これ聞いてくれ。ああ、そうしてくれ。あ、すみません、患者さんのことすっかり忘れてました。またどこか痛めて。いや、そうじゃなくて、あれですよ、あれ。おお、これで万事めでたしだ。クラスの発表を終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。